はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、ティータイムプロジェクトのお茶です。私だ。はい、サントスです。はい、次。私だ、キュンちゃんです。もう疲れるの喉痛いよ。全然わかんない。はい、先生、じゃあ次、今日は何を。今日はちょっとゴーレムをね、うん、倒そうと思ってるんですよ。はいはい。なんですけど、うん、ゴーレムってば弱いんですよ。残念ながら弱いのね。はい、ちょっと瞬殺だと思うので、うん、普通に戦うのとは別に、うん、ちょっとゴーレムを動けなくする方法を検証してみようかなと。はい、了解です。はい、まあ、じゃあまずは最初はもう初っ端普通にやる感じでいいのね、うん、じゃあ出すよ。はい、あれ、へー、来るぞ。潰しないとダメか。さあ、あー、早く取ってこいよ。うん、こいつ弱いな。なんだこいつ。あー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 、はい、第二形態。これ第二形態か。はーい。今のありなのかな。何十秒、何十秒だった。めっちゃ早かったな今。じゃあ開けよう。ごめん、ご飯頬張っちゃった。取っとったわ。あ、これそうか、キューちゃんのワールドでやって俺持ってるんだこれ。うんうん、これまさかり、まさかり。持ってるわ。名前も何、まさかり。まさかりって書いてあるよ。狂気のまさかり。狂気だ。じゃあ先生、動けなくしましょう。ちょっとやってみよっか。はーい。お願いします。お願いします。ちょっと全然大きさわかんないけど。適当に。できるまでとりあえずカットしますか。はーい。はーい、じゃあカット。と。はい、じゃあこんな感じでとりあえず動けなくすると。雑だけど。適当ですね。とりあえず、この祭壇みたいなここに湧くんだよね。そうで、ここのプラットフォームよりも下に行ってはダメ。あ、俺たちが。そう。あ、なるほどなるほど。するとゴーレム下から抜けちゃうから。あ、そういうことか、うん、じゃあ上にいて戦わないといけないってことか。そうだね、まあ、ちょうどここギリギリで攻撃できるぐらいのところがいいかな。じゃあ俺は下に行っちゃう可能性あるからこの辺にいようかな。あはん。じゃあこれで一回ちょっと動くかどうか。ちょっと待ってよ。うん、ちょっとスペース埋めるか、ここ。ほうほう、埋めた方がいいかな。まあ多分パンチ飛んでくると思うけど、うんうん、まあ一応、うん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 。かわいそう。もう身動きも取れない状況で俺たちはやってしまうと。そう、ゴーレムさんが言ってしまうわけですな。あは、よし、これでやってみようか。はい、誰だ、誰が持ってるんだっけ。あ、キヨちゃん持ってんじゃない。しょうがない。え、どうすればいいんだい。待って、キヨちゃん出れるかい。出れる出れる、任せてくれ。アイテム選択して、これにはめる。ここに押せばいいの。うん、さあどうだ、いいかな。はい、オッケーです。あれ。だから多分ね、一番上の装備欄のところに装備しないとダメか。あ、そう。一応バフかけとこ。よーし、行くよー。はーい。うわ、来た。あ、これ動けないんじゃない。おー、おー、いいね。あ、いいんじゃない。あ、完璧じゃん。あ、かわいそう。かわいそう、かわいそう、かわいそう。あー、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 ここここ、これ本体、あ、かわいい、なんかあっさりできちゃった、あっさりできちゃった。なるほど、ね、本当に身動き取れなくするにはもうちょっと狭くすればいいのかな。あ、そうかもね。もっと狭くしてやってみる。ちょっとトレジャーボックスが欲しい。あ、もうちょっと狭くしようぜ。あ、オッケー。どう、これ、これちょっと壊そうか。よし、こっちも壊した。ちょっと今左右に動きやがったから、あいつ。
そうだね。浮き上がったからね。浮き上がったから。生意気だと。生意気だな。こんなもんでいいかな。まあ、全部先生がやってくれるって俺見てるだけなんだけどさ。そうだね、うん、そのくらいでいいんじゃないかな。本当に身動き取れなくしてやろう。いいね。もう上もなんかちょっと本当にかわいそうだよ。生まれた瞬間身動き取れない。生まれた瞬間ギチギチに収まってもうギチギチだよ。よし、いいや、キューちゃんやってみよう。よーし、2戦目いくよ。検証第2戦よいしょ。あー、落ちた。落ちるのか。ちょっとこれ上に出ちゃったか。この真上に来てみようか。あー、でもジャンプしないか。おいで。もう手が届くから無理なのかな。ちょっと上を塞ぎすぎたかな。食べながら飲んで。あー、そういうこと。ちょっと倒しといて俺。いや、やっとくよ。本当に一瞬だな。はい、ようこそ。ちょっと倒しといてとか言ってる。もうゴーレムかわいそうだよ。ロックいじってた。ちょっとね、上一段高くしてみた。よし、じゃあキューちゃんもう一回。オッケー。あと何回できるんだろう。あと3個あるね。あ、じゃあもういい。あと3個の検証を。オッケー。せーの。おい、あら、おいしょ。いいぞ。ギチギチだぞ。完璧なんじゃない。これ身動き取れないよ、これ完全に。完璧だよ。これかわいそう。検証結果、この祭壇から何マスだこれ。じゃあちょっと測ってみようか。測ってみよう。じゃあ内側ね、うん、内側横が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 マスか。9マスでかでか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 マスだね。 9×13 でゴーレムはもう一歩も動けなくなります。ギチギチになります。あ、ギチギチになります。もう一回さ、ちょっと待って、もう一回出せるんだよね。出せるよ。ちょっとさ、内側一ブロック一枚にちょっとしてみよっか。あ、そういうことね、了解了解。これでちょっとどうなるか。出ちゃうような気がするんだよね、1マスだと。あ、1マスだと。うん、ちょっと出してみようか。よし、1マスだと出るのか。はい、こんにちは。出ない。出なかった。あなるほど、全然いけたね。全然いけたね。かわいそう。ごめんな。一歩も動いてねえし。結果1マスでもいけると。1マスでもいけたね。で、ここの区間は、あの一応この何、乗り物乗ってるから4マス開けてあって、で、下が3ブロックにしてあるかな。下が3ブロックか。うん。3ブロック。面白い。で、9×13 だね。9×13 と。あ、以上。はい、外側入れたらあれか。11×14 か。あ、このブロックを入れたらってことね。うん。ああ、そうだね。中を 9×13 にすればいいのか。の空間、うん。空間だね。うん。じゃあ以上、検証結果、ゴーレムはギチギチになる。ギチになる。ギチギチしてやった。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。